左岸下流側から歩道部分吉場大橋は埼玉県久喜市に所在する青毛堀川に架かる久喜市道久十13号線の道路橋である。この基地羽大橋は市道平沼和湖線の青毛堀川橋梁として1993年3月に竣工し同年7月14日開通した道路橋である。橋町は44.6メートル、福員は22.5メートルである。 橋梁の基本機能としては車道及び歩道であるが、このうち歩道部分は公園橋となっており、カラクリモニュメント、アズマやベンチ、植栽、街灯、モニュメント類が所在している。2016年度に伸縮装置の交換等が行われた。また、2023年度に高覧の交換等が予定されている。ABC 橋梁点検結果、区岸役所。 P1、2017年11月12日閲覧。AB、対象協力ごとのおおむねの次回点検時期及び、修繕内容、時期または、掛け替え時期。区喜市役所。P2、2017年11月12日閲覧。吉場大橋周辺ヤフーロコホームページ、公文書で見る、区喜市の組織から、評価選別の成果と、行政資料の数々。 区喜市役所 P62017 年11月12日閲覧ありがとうございます。